人間との大きさ比較、プラテオサウルスは山畳気候期に生息していた、古流脚類の恐竜。大型種では、全長が5から10メートル、体重が600キログラムから4トンに達した。最初期の大型植物食恐竜で、ドイツ、フランス、スイス、グリーンランドなど、広い範囲で発見されている。どこか、テリジノサウルス浄化を思わせる、小さな頭部がついた。 細長い首がワインソンのような太ましい胴体から伸びていた。前肢は後師に比べ短かったが、それでも強力であった。とりわけ前足の第一肢には大きく発達した鍵詰爪が生えており、戦闘や彩色に使われたと考えられている。しばしは四足歩行の復元をされているが、実際には主に二足歩行をしていたことが、重心の研究によって示されている。一時期は、 全子の指に基づき、竜脚類の素形ではないとされていたが、最近では再び素形に分類されている。この研究に伴い、古竜脚類は不適切な分類群となった。そのため以降は、をつけて表記する。全身骨格頭骨プラテオサウルスは、肉食性爬虫類よりも、植物食性爬虫類に近い顎関節をしていた。そこに並ぶ歯は、現代のイグアナと似ており、 荒い巨子のある歯で植物を主食にしていたと考えられる。また、歯間の幅の最大値は他の古流客類の試根の最大値よりも大きかった。ポール・バレットは古流客類が食べたのは植物だけでなく時として死肉や小動物などで足りない栄養を補っていた可能性を提案している。こうした行動は原生の植物食動物でも知られている。 自由自在に動かせる長い首と先細りの後期により、プラテオサウルスは効率的な採食が可能だった。ただし後の植物食恐竜ほどは洗練されていない。具体的な方法は、口で餌を直接お噛み取って喉へ送るか、全紙で頭上の枝葉を手繰り寄せるかして頬張っていた。これに近い行動は、テリジノサウルスやメガテリウムにも見られる。現在までに、 プラテオサウルスから明確な遺跡は発見されていない。だが近縁種で遺跡が確認されていること、そして頭部の消化能力が低いことから、かつてプラテオサウルスも日常的に遺跡を保持していた可能性が高いとされてきた。こうした遺跡は消化器の一つ砂能の中で石臼を思わせる働きをし、これで破壊された植物は消化液やバクテリアによって分解される。 しかし最近では遺跡の総量、重量、表面構造の研究者によって、戦術の異種施設は否定されつつある。なお、恐竜の遺跡は、プシッタコサウルスやローリンハノサウルス、そして、原生鳥類でも確認されている。これは、遺跡が各系統で独自に獲得していたことを示す。大体よりも、長いすねや、脚部に備わった太い筋肉により、 プラテオサウルスは重々しい見た目に反して、瞬速を誇る恐竜だと考えられている。こうした特徴は、パンファギアのような最初期の流脚形類の容姿を色、濃く残していると言える。以前グレゴリー・ポールなどは全死を地面につけた四足姿勢による歩行や失踪をしていたと考えていたが、現在では、プラテオサウルスを含むすべての恐竜は、その前足が失踪に適していないことがわかり、 走行に際しては2本の後ろ足だけを使っていたことが明らかになっている。京リ林の研究からプラテオサウルスは朝方や夕方に活動的だった可能性が指摘されている。これは真昼の暑さをしのぐのに役立ったらしい。ある種の推測によると長い期間全身に張り巡らされた機能、そして眼気性の胸骨を使い大きな方向を上げることが可能だったとされている。 さらにプラテオサウルスでは、絶骨も発達していた。この条件は、他の竜脚類や獣脚類にも当てはまっていた。実際に吠えることができたかは不明だが、もし吠えていたのであれば、それは他者への意思表示に使われていた可能性もある。プラテオサウルスは最大だと、全長10メートル前後、体重は4トンに達した。これだけでも、肉食動物に対する有効な防衛策となった。 しかし前述の方向や体格でも相手が引き下がらなければ筋肉質で柔軟な尻尾による横打もしくは獅子を振り回した打撃によって撃退しようとしたと考えられる。また前肢を使う場合には三本の鍵ギ爪が斬撃か、一つに役立てられた。状況によっては瞬速を生かして逃亡を図ることもあったと考えられる。プラテオサウルスは数箇所の発掘地から 複数体がまとまって産出することがあり、これらすべてが同一の群れではないにしろ一部は群れの仲間だった可能性がある。しかしさらに重要なのは彼らが泥沼で密集したまま息絶えていたことだった。こうした集団死は体重の重いプラテオサウルスが誤って底なし沼へとはまり込んだことで発生したと考えられている。発掘地からは 基本的に生体しか発見されておらず、これは体重の軽さが幸いして容体が脱出に成功したことを示唆している。さらに獣脚類の抜け落ちた歯が化石の中に混ざっており、こちらはプラテオサウルスが泥の中で天敵に襲われたか、もしくは死後に死骸をすなどられたことを表している。似た事例はラブレアタールピットやクリーブランドロイド、 そしてグアンロンの発掘地でも確認されているが、それら3箇所と異なり捕食動物は泥の犠牲にならなかった。ありがとうございます。